皆さん、おはようございます。はい、ですね、私まあこの2週間余り沖縄にいたわけですけど、いよいよラスト1日となりましたということで、今日は7月6日です。今私はここ備瀬崎っていうところに来てるんですけど、これね、ちょうど真ん中あたりよりちょっと北側ですねの、海に来てるんですけど、この時期にやっぱり沖縄に来るとこうやってね、潮が引くと普段ここ海水なわけですよ。でもこうやってね、地面が出てきて、で、海があって、でまたずっとこれ潮が引いているので、この先端まで行けるんですけど、実は、この備瀬崎も今回ね3回来てます。でこの3回来て、今日は最終で私なりのこう儀式をしに来たんですけど、前回来た時あの先のねところに宇滝があるんですよ。あそこまで行きました。で一番初めに来た時はちょうど、潮が今度満ちてるんじゃなくて多い時ですね、に来たの でしかもね、珍しく今回ね1回だけ大雨が降ったんですけど、それは25、26、ちょうど私の誕生日を境に降ったんですね。その時の、大体潮もうここら辺にね、もうザブザブと波がかかってる時に来て、で、渡るか渡る前か、あっちまで行く前かっていう風にしてたんですけど、私自身は行こうって決めてたんですね。でも周りにいる人たちでちょっと空港に行かないといけない人たちがいました。で、大体ああやってこう岬の先の方の宇滝のまで行けない人のためにちょっと手前に祈願所みたいなのがあるんですけど、そこでまあとりあえず祈願をして、祈願投書してたんですけど、そしたらまあストップ待ったがかかりました。で待ったがかかって、もう一箇所にやっぱり全員で行けることになり、その時に私が行ってたら、全員でもう一箇所にはちょっと行けなかったかな、時間的にと思いまして、でそこでちょっと一応断念したんですね。断念したんですけど、2回目に来た時は、今のようにこうやって潮がわーって引いてましたので、まあ向こうまで歩いて行けたんですよね。でこうやって知らせっていうのはきちんとそういう形で入ります。例えば自分にそんな能力がなかったとしても、周りを見渡したりとか、ああ今行こうか戻ろうかっていうような時っていうのは、まあ、そんな風にして判断していけばいいんですね、自分の中で。そして、だんだんこう浄化されて、いろんなものがクリアになってくると、そのより選択が判断が、間違いのないものになってきます。そういう能力がなかったとしても浄化を頑張っていれば、そういう風に自分も変わっていけますし、あと、逆にですね、こういうパワースポットに来るとそういう直感力っていうようなものがもう自然と身につく、自分の方に落ちてくるっていうような、自分になれたりします。そうやって、まあ不思議な能力力をもらいながら、自分の中の力もきちんと呼び覚ましていくっていうのがパワースポットのやっぱり醍醐味だと思うんですね。本当に今回のツアーっていうのは皆さんそういう風にして体感していただいて、自分の持って帰りたいものをしっかり持って帰っていただいたんじゃないかなと思っております。ということで、私はですねそろそろここで、自分なりの禊を始めたいと思うんですけど、もう本当にこれでラストです。これで私なりの締めになります。ということでね、潮が引けた海はもうこんなに綺麗なんですよ。もう一番綺麗なとこが出てくるっていう感じです。ということで、肝心の今日の1日1問行きたいと思います。今日はですね7月、6日の、お月様からのメッセージはセドナです。はい、セドナ、これはもうまだ惑星になってないような、ところなんですけど、こういう日っていうのはね奇想天外なことが起こります。で、って思うようなことを起こせます。逆にまあそんな日です。でそして、そうですね、今
のね色はね、このブルーの色と言いたいところなんですけど、まだまだあの地表面に近いところの色なので、これオレンジですね。今日はオレンジにフォーカスしてください。でそれと皆さん今日数字はですね、9です。9、もう本当に一つの節目の終わりになりますので、皆さん何か、今日中に整理したいこととか、ちょっと片付けたいことなんかはそういう風にしてこうちゃちゃちゃっと片付けて、また次のステップに行っていただけたらなと思います。ということでですね、もう海の画像は今日までかな。もしかしたら私明日ももう一日いるかなみたいな感じにはなってるんですけど、いや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 、もういい加減帰らないといけませんので、こういうもうすごくクリアな素敵な、海の画像は今日までになってしまうかなと思います。ということで、皆様2週間余りこう沖縄のこの波動をガンガンに一心に皆さんにもお渡ししてきたので、ぜひとも、7月は、皆様きれいに浄化をして土台作りをしていただき、本当の意味での自分の次へのステップに踏み出していただきたいなと思います。ということで皆様、今日も良き日となりますように。黒焦げ。はーい。